記者会見を始めさせていただきます。ライジンセブンティーン、7月28日埼玉スーパーアリーナ大会、朝倉未来。ちゆうすけ、ライジンセブンティーン、7月28日は、全12カードです。もちろんメインはやちバーサス朝倉でいこうと思っております。兄貴が7月でメインを張って、弟が8月18日でメインを張る。まあ、夏が朝倉兄弟祭りみたいな感じになります。朝倉未来選手、お願いします。皆様、ごきげんよう。陰キャの朝倉です。まあ、対戦相手なんか空気読むとか読まないとか、要はわけわかんないこと言ってるけど、まあ、空気読んでも読まなくても、俺とやるだけで盛り上がるんで、うん、皆さんぜひ会場にね、足を運んで覚悟を見てくれれば嬉しいと思います。はい、以上です。では最後に八千雄介選手をお願いいたします。どうも、八千雄介です。もう髪の毛でもコンフェッションでもだいぶ喋ったんで特に言うことはないっすかね。しっかり相手を叩き潰して結果を出すだけだと思ってます。応援よろしくお願いします。質疑応答とさせていただきます。八千選手に質問ですけど、作戦的な話またなっちゃうんですけど、ライジンコンベンションズとかでも朝倉未来選手の動きっていうのに関していろいろ僕小鉄さんとかと作戦組んで、見つかったみたいな話をされてましたけど、もしそれがハマれば早い決着になるのか、あるいは結構じっくり粘って、最終的に勝つみたいな感じなのか、まあ、作戦はいないと思うんですけど、どんな感じになりそうでしょうか。今もう喋ることも喋れることもないですかね。以上です。ご自身の練習の中で一番最近特に、まあ、次の試合に向けて一番熱心に取り組んでいることではどういったところでしょうか。そうですね、まあ、全体的にって感じですかね。髪はこれ以上は切らないんですか。答える気はないですか。もういいですか。そうですね、次に行ってください。はい、はい、ありがとうございます。他ご質問いかがでしょうか。ちょっと質問しづらい感じになったかもしれないですけど、ご質問いかがでしょうか。はい、では、最後に写真撮影となります。朝倉未来選手です。八千選手は入った。八千選手いらっしゃらないようなので未来選手だけです。ライジンセブンティーン、ライジンエイティーンの記者会見すべて終了となります。